しくお願いします。おはようございます。おはようございます。お久しぶりだろうな。いえいえこんなにスピーディーに作ったことないですよね、今まで。なんかこう、うかなギュッと。そうかもね。準備期間が長くて、これ本着が早い。仕上がりが早い、うん、そうかも。気持ちいいと思いますよ、こっちの。うんうんうん、中華料理。そうっすね、中華料理、うん、これも歌詞お疲れ様でした。あ、ありがとうございます。あとはああ新しく入れたその掛け声っていうところ。あ、あの感想、あ、感想と終わりも欲しいということだったので、あ、まあでも同じフレーズなので、はい、そこ何本か取って、うんうん、そこってチャームさんの声も入れられます、まあ、全部入れますよ。なのでこれ取った後に僕多分あさって別のスタジオで取って、はい、あのトキさんに渡しますので。あ、ありがとうございます。その1サビ前、2サビ前のこの1行だけはハモ欲しいかもですね。あ、その前低いのと高いの一緒にやるって言ったじゃないですか、うんうんうん、そこは取りますね。はい、うん、風の中でフィックスですよね。風の中で決定ですね。ですね。いい日本語タイトルめちゃくちゃ珍しいですよね。あんまない、あんまり。でもストレートですね、風の中まんま。はいよろしくお願いします、うん。チャームさんのことはもう何年も前からずっともう一方的にファンで、あのライブを邪魔させていただいたりとか、あと自分のラジオ番組にゲストで来ていただいたりとか、あの本当一方的にファンっていう存在だったんですけど、まあ、あのいつか一緒に曲やりたいですっていうのは実はチャームさんには伝えていて、でチャームさんも、あ、いつかいいタイミングがあったらやろうねっていう会話は考えてみたら数年前あったんですよね。そうだから今回それが実現して本当に有言実行できたなっていうか、ラジオで言ってよかったなって思ったんですけど、あの本当にもうなんか仏のような人じゃないですか、チャームさんってなので、まあ、制作も本当になんかもうずっと柔らかい空気感の中で、あのまあいろいろ打ち合わせもそうですし、レコーディング当日もなんか本当にたくさん褒めてくださって歌を、私も本当にもうなんかあったかいふわっとしたなんか優しいオーラの中で歌うことができましたね。本当にいい時間でした、うん。安田さんは、まあ、一番自分がまだインディーズ頃だったんでしょうかね、あの東京 FM の方で初めてお会いして、でその時あの音源も聴かせていただいて、素晴らしいボーカリストだし、あのもう可能性しかない感じがすごいあってからこそ、今回その仕事 の, あの依頼というかが来た時に、ああ、どういう音楽で僕がサポートした方がいいのかなっていう悩みがまず ありましたよね、うん。風の中は安田麗作詞、チャームパーク作曲っていう形のコラボレーションだったんですけど、なので先に音がある状態で、まあ、歌詞を書いていったんですけど、すごいもう音からいろんな映像が浮かんでくるし、いろんなストーリーが見えたので、めちゃくちゃ歌詞を書くのもすごい楽しかったですし、まあ、今回この「風の中」はアニメ「ラブ・オール・プレイ」という作品のエンディングとして書き下ろしをさせていただきまして、なのでその原作をまず読ませていただいて書いたんですけど、すごいこう自分のなんか中学生とか高校生の頃のなんか部活を頑張ってた頃の自分を思い出しながら歌詞を書いて、考えてみたら毎日こう同じことを繰り返していって、たまに何のためにこれやってんだろう、また明日も同じこと繰り返すのかって、こうなんか近道したいなって思う瞬間っていうのがいっぱいあって、まあ大人になってもそうだったりするんですけど、なんかそういう気持ちを思い出したり、まあ今実際にたまにこう感じる部分をちょっと歌詞にしたいなと思って、なのでまあ最初一人で葛藤してるんですけど、だんだん仲間と出会ってこう共に戦っていくっていう、そういうこう本当青春っぽいフレッシュな雰囲気で書きました。まずその、まあ、企画 の, 話があったからこそ、その資料を読んでどういう曲がいいのか一緒にこう
皆さんと話してできた曲で1曲目ですかね、最初にできたんですよね。それからいろいろ試行錯誤はあって、結果的にすごくいい疾走感がある曲になった気がします。それに対しての安田さんの歌詞もそうだし、その歌プリプロもそうだし、本レコーディングもの前にその用意してくるその予習っていうか、その真面目さが すごい素晴らしいと思う一面、なんかちょっとなんですかね、逆にもっと自由に楽しんでもらいたいなっていう気持ちは正直あったりしますが、でもそれが今の安田さんが奏でたい音なんだろうなって思うと、すごいなんかいい仕事できたんだろうなっていう考えもあるし、いろいろ、とにかく楽しかったですね。Each Day Each Night は、作詞作曲安田レイ、編曲チャンパークさんという形でコラボレーションさせていただいたんですけど、この曲は本当にめちゃくちゃ時間をかけて歌詞を書いて、ラブソングなんですけど、壮大なラブソングになっていて、自分自身から生まれたストーリーでもあるけど、やっぱりこう身近に、実は私の大親友で今年結婚した友達がいて、結婚式でこの曲を歌いたいなって気持ちを込めて歌詞を書いてたら、これじゃないこれじゃないこれじゃないっていう風になってしまって、どうしようと思って、どんな感情になるかなと思った時に、絶対私泣くな、絶対その大事も泣くな、多分みんな泣くんだろうなっていうのがあったので、なんかそれを表現したくて、こう無意識に涙がっていう歌詞が出てきたんですけど、なんかその大事への思いだったりとかを込めて、きっとその愛し合ってる2人はきっとこういう生活を送ってるんじゃないかなとか、きっとこんな感情になってるんじゃないかなとかっていうのをいろいろ想像しながら歌詞を書きました。安田さんの曲、歌詞、そしてその歌うメロディーっていうか歌い方のデモがまずあって、もうそれを聞いた瞬間、もう答えがもうそれに寄り添うアレンジにできるしかないっていう答えが出たので、割とすごい簡単にできた気がします。個人的にはすごい簡単というよりもスムーズにその作業が流れた気がして、もう素晴らしい曲と、もう歌があるので、それをどれぐらい倍増させるかっていうのだけのバランスが、とても楽しかった印象がありますね。そう、たくさん褒めてくれて、なんかそれで、めちゃくちゃ褒めてくれるじゃないですかチャンさんって言ったら、だってみんな褒められたくて音楽やってるじゃんって言われたのがすごい印象に残ってますね。確かにそうかもしれない思ったし、チャームさんもやっぱりご自身でこう表に出るというかステージに立って曲を作っている方なので、やっぱり多分レコーディングの時のその感情の動きみたいなのをすごい理解していると思うので、どうやったら一番いい歌が取れるか、一番いいテイクが生まれるかっていうのを考えて、私がたとえ失敗したとしてもそれもなんかいい部分を見つけて言葉にして言ってくれて、そこもいいよみたいな風に言ってくれる、こう褒められて伸びるっていうのを多分見透かされてたんだろうなって。なるべくその何ですかね、オプションを広げるようには頑張ってますね。もちろん多分その安田さん特にそうですが、他のアーティストとやることで自分ができないこともできるアーティストがたくさんいるわけなので、そうコラボして、そこをどう生かして自分をどう生かせるかっていうのを常にバランスを考えてたりしますが、今回の場合もそうだし、最近はやっぱり自分をどれぐらい出すかは考えずに、結構こっちに合わせていけば、なんか自分は自然に出てくるんだろうなっていうのは思ってるので、なるべく今回の2曲に関してはなんかどうやったら一番安田さんが輝くのか、この曲いい感じに
皆さんに伝えられるのかっていうのが第一優先で考えて作られたような気がします。